どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回ですね、虹色音声とうとうボリューム200ということで200回目が、やってまいりました。はい、なんやかんやでね続いておりますが、記念すべき200回目はですね、なんかスペシャルなことを言いたいなと思って、100回目の時はね、あの北海道の伊達市そば屋ランキングっていうのをね、やったんですけども、なかなか人気でね、いまだになんか再生回数はちょっとずつ伸びてる感じで、それに負けない感じで、ボリューム200もいきたいなと思いますけれども、考えました。Mr.Children、トリビュートアルバム、俺ならこう作る。これいきたいと思います。はい、結局ミスチル頼みということで、はい、僕の力じゃね、全然ダメなんで、お願いします、Mr.Children という感じで。トリビュートアルバムというのをね、もしミスチルがやるとしたらね、未だに、やってないですけども、あ、トリビュートアルバムってわかります？皆さん、あのそのアーティストの曲をいろんなアーティストが歌うっていうやつなんですよ。はい、で過去にもね、いろんな人やってるんですよ。例えば尾崎豊とか、最近だとトライセラトプスとか、他井上陽水とか、ね、他のいろんなアーティストが歌うっていう、スピッツも確かやってるかな、うん、なかなか面白い企画なんですよ、トリビュートって、うん、もうファンはたまらないですね。なかなかこれはミスチルもちょっとね、いつかやってほしいな、30周年ぐらいの時にやってほしいなとはちょっと思ってるんですけど、でもやっぱりこう自分好みに染めたいじゃないですか。できればこのアーティストはこの曲歌ってほしいっていうのはみんなあると思うんですよね。まあ想像するのは自由だから、この YouTube で僕は発表しようかなと思います。僕がもしそのトリビュートアルバムの全指揮を取ってくれと、プロデュースしてくれと言われたら、僕だったらこう作るっていうのを考えましたので、見てくれたらなと思います。でまずはもう、まあ、楽曲とそのアーティストをずらーっとまず載せますんで、あのちょっとミスチル名曲が多すぎてディスク3までなっちゃいました。本当は2枚組で収めようかなと思ってたんですけど、いやこの曲もこのアーティストもとかって、考えたらね、3枚ということでなかなか、これ多分発売しても4500円とかそんぐらいになるんじゃないですかねまずそれを、ディスク1、ディスク2、ディスク3と、どんぐらいだろう、30秒、1分ごとぐらいでちょっと切り替えてお見せするんで、まずあのそこだけでも見ていただけたらなと思います。あの後半最後にね、あの1曲1曲あのなんでこれはこうしたかっていうのをちょっとずつ説明は入れますんで、最初だけでも見てくれたらなと思いますんで、ポンポンポンと、載せます。はい、こんな感じでございますが、一応実現可能な感じで一応考えました。だから例えばもう亡くなってしまったアーティストを入れなかったりとか、解散したバンドとかね、例えばジュリアンド・マリー入れないとか、入れるんだったら雪にするとか、ジャンヌ・ダルクとか入れなかったりとか、まあ、多分それは無理だろうなっていうのは外しました、うん、まあめちゃくちゃ緻密には考えてないですよ。だからディスク 1,2,3 全部16曲にしたんですよね。でミスチルの曲って基本的に長いから、もしかしたら1枚の CD に16曲入らないかもしれない。でもなんとなくだけど、あの長い曲とかを被らないようにはちょっとはなんとなく考えました。あの CD も79分57秒しか入んないんで、最大ね。だから、なんだろう、終わりなき旅と印は一緒にしねえとか、そんぐらいの、あの、ちょっとぐらいは考えました。はい。もしかしたら、実際は、あの、計算したら、もしかしたら超えちゃうかもしれないけど、気にしたのはそこですね。あと、まあ、見てもらったらわかるんですけど、シングル曲を結構中心に、考えてます。もちろん、アルバムの、曲もね、好きな曲だったり、このアーティストはやっぱこれかなっていうのは、アルバム曲だったりしたんですけども、うん、なんだろうな、もしこのアルバムを、まあ、世に売るとい
いう過程で、考えたので、やっぱ売れるものじゃないとっていうことも考えたら、やっぱりシングル曲は中心にした方がいいかなと僕なりに思ったし、やっぱりシングル曲の、強みっていうのは、その持ってるパワーとか、そういうのは僕はすごく好きなので、凝りに凝ったマニアックなトリビュートアルバムは、どうかなっていう、個人的にはそれは好きだけどっていうそこはちょっと気にしましたね。はい。僕ビーイング系が結構昔は好きだったんですよ。今はそこまでなんですけど、だからディーンとかすっごい好きだったんですよ。でもミスチルの曲をビーイング系が歌うのはちょっと合わなすぎて、すごく好きなアーティストがいるのに結構入れれなかったんですね。ビーイング系ビーズぐらいか入れた。今回は入れなかったんです。でも僕の中でもし仮に歌うとしたらって考えたら、今ここでちょっと発表したいんですけど、その CD の中には入ってない曲なんですけど、例えばディーンは Everything It's You だなと、うん、もしね、本当はミッシルが一番なんだけどあとワンズは優しい歌かな、フィールドオブビューは光のアトリエかなみたいなのがちょっと思いました。でも、違うって入れられないってなりましたんで、今ここでさらっと発表しましたから、はい。であと気にしたことをもう一つありまして、過去にカバーされている組み合わせはできるだけ避けてます。ミッシルの曲を他のアーティストが歌ったっていうことはちょこちょこあるんですよ、ライブとかでね。例えばアスカが、名もなき歌を歌ったりとか、桑田佳祐イノセントワールド、奥田民生も歌ってますね、イノセントワールド、あとカンが And I Love You を歌ったりとかっていう、まあ他にもあるんですよ、菅氏顔がファスナーとかで、僕が知る限りは避けてます。もしかしたら僕が知らなくてそれで被っちゃったのもあるかもしれないんですけど、まあ、極力、避けてはいます。というわけで、ご覧になりましたか？はい。こんな感じのラインナップになっておりますが、まずはディスク1の1曲目から順番にさらさらっと、解説というか、理由をね、述べたいと思います。まずディスク1の1曲目は名もなき歌、ザ・イエロー・モンキー。うん。1曲目、名もなき歌っていう入りがなんか僕の中ですっごいしっくりくるんですよね。うん。それで、誰が一番こうまずねトップバッターというかこうガツンとまず打ってくれというので考えた結果、イエモンでしたね僕は。うん、吉井さんの力強さっていうのは名もなき歌にすごくぴったりかなと思いました。はい、続いて2曲目が、花火オフィシャルヒゲダンディズムで合ってますよね。あんまり詳しくはないんですけども、花火がなかなか決まらなかったんですよ。ほんと最後の方にずっと花火あって空欄があったんですよね。アーティストがハマらないと思って、逆に結構誰でもハマるんじゃないかなっていう曲だからこそハマらなかったんですよ、花火は。それでいろんなアーティストをこう当てはめて妄想して、違うってなった時にオフィシャルヒゲダンをやっぱ最近のアーティストも、何人かは入れたいなーなんてこう、ね、世代とかもいろいろバラバラにした方が面白いだろうなって思った時に、しっくりきたって感じですね。はい、で3曲目、ひまわりスキマスイッチ。スキマスイッチ星になれたらとか歌ってますよね、確かライブで。ひまわり難しい曲だと思ってるんですよ。スキマスイッチだったら崩さずに歌いこなせてくれるかなっていうので、結構早い段階で僕の中では決まりました。はい、4曲目西へ東へグレイ。はい、これ結構ありきたりかなって思ってます。いかにもっていう感じがしますけど、グレイは必ず入れたかったんですよ、なんかの曲に。それで行き着いたのが西へ東へですね。きっと合ってるだろうなっていうのは、やっぱりこう同じこう世代をね、こう戦い抜いたというか、戦ってきた、仲間としては、こう、やっぱりこのトリビュートには加わってほしいなっていう
思いは僕の中ではあります。はい、続いて5曲目、And I Love You, Spitz。はい。Spitz はやっぱ絶対みんな入れますよね。考えた結果、And I Love You です。はい、やっぱりあの、Spitz のこの声に合う曲って何かなって考えたら、And I Love You がすごくしっくりきたなという感じですね。他にも考えればいろんな曲を歌ってほしいなっていう気持ちはあるんだけど、うん、スピッツはね、やっぱり。多分、And I Love You は、すごく、綺麗に仕上げてほしい曲なので、うん、スピッツだったら絶対そうしてくれると、思いました。続いて、くるみ、高橋優です。高橋優結構好きなんですよ、僕。で、うん、高橋優も結構悩みましたね。最初候補は足音だったんですよね。高橋優の力強さがそれで合うだろうって思ってたんですけど、くるみが本当にいなくてあれこれちょっともう決まったアーティストでもちょっと試してみっかと思った時に高橋優がすげえしっくりきたんですよね。あ、高橋優はくるみだと思って、うん、こういうメッセージ性の強い曲、なんか無責任なような感じに聞こえるけどもすごく背中を押してくれているポジティブな曲、希望の曲で、あの会う人と会わない人っていると思うんですよ、歌っててね。あのもちろん桜井さんはめちゃくちゃ合うんですけど、高橋優も僕は合うと思っているんです。でくるみってそういう歌だと僕は捉えてるんで、うん、あ、高橋優がすごい合うなと思いました。7曲目、フェイク、米津玄師。最初ね、入れる気なかったんですよ、米津さんは。うん。ミスチルには合わねえなーって思った時に、あれ？フェイク合うぞと思って、お願いしますっていう感じで。うん。っていうかもうフェイクは米津さん以外、まあ、なくはないけども、すごい合うなと思ったんですよ。それで、米津さんにしました。8曲目、抱きしめたい、マイリトルラバー。うん、やっぱマイリトルラバーはね、入れたいですよ。うん。どっかに入れたいなとは思ってて、抱きしめたいにしたんですけど、抱きしめたいは、女の人がいいなって、ちょっと思ってたんですよね。なんか男の人がすごくかっこつけて歌う抱きしめたいは聞きたくない。個人的に。だから、アッコの、声、僕アッコの声めっちゃ好きなんですけど、それで歌ってほしいなと思いました。9曲目、終わりなき旅、ウルフです。これはね、僕想像しただけで泣きそうになるんですよウルフルズがめっちゃ一生懸命終わりなき旅を歌うっていうのが、うわこれやべえぞと思ってグッとくるやつだと思って、結構早い段階で決まったんですけど、もう、まあ、ウルフルズは絶対ね、同期みたいなもんだから、入れたかった。だから、やっぱ終わりなき旅でしょうと。文句なしで、決まりました。10曲目、キャンディ、キングヌー。はい。まあ、最近の、アーティストということで、やっぱ高音がすごく、まあ、武器というか、綺麗なので、それに見合った曲はないかなと。思った結果、うん、キャンディーが一番しっくりくるかな。最初、印かなとも思ったんですけど、印も面白そうだけども、うん、これはもういかにも、なんだろうな、こう、高音の見せ所がある曲の方がやっぱりいいかなと思って、キャンディーにしました。11曲目が、Not Found、アレキサンドロス。Not Found、 僕ミスチルの曲の中でも本当1位2位を争うぐらい難しい曲だと思ってるんですね。アレキサンドロスだったら言ってくれるだろうと、うまく、かっこよく綺麗に歌い仕上げてくれるんじゃないかなと思い、そうしました。12曲目、みかん、ビーズ。はい、みかんもすごい難しい曲だと思うんですよ。つうか常に高いんですよね。で、吠えてる。もうこれはビーズでしょうと。
ビーズだともうビーズ色に染めてこう歌いこなしてくれるんじゃないかなと思いました。13曲目、蘇生、バンプオブチキン、僕はもうバンプ大好きなんでどの曲にしようかなと考えた結果、蘇生になりましたね。多分バンプは他の曲でもすごく合う曲はあると思うんですよね。まあ、あえて蘇生にしたのは蘇生のサビじゃないところ、まあ、A メロですよね。そこのあのメロディーラインが結構癖があるんですよ。その癖がある感じを歌いこなせる人ってなかなかいないなって思った時にバンプだったらいけるだろうと、むしろなんかすごくよくしてくれるんじゃないかなって思った結果、蘇生になりました。14曲目、花の匂い、ドリームズカムトゥルー。サビのこのメロディーのね、あの歌い回しのところを吉田美和のボーカルで想像したらすごいいいなって思って、あもうこうやってドリカムしかないと思いましたね。うん、聞きたい。15曲目、レム、ラルク・アンシェル。まあ、レムね、入れる気はなかったというか、なんかラルクを想像した時に、うん、レムがつながりましたね。レムこそなかなかね、誰が歌えんだっていう感じで、ミスチル以外もう無理じゃねえかって思ったんですけど、いや、ラルクいけんじゃねえかっていう思いで、頑張っていただきたいなと思います。ディスク1の最後16曲目、トゥモローネバーノーズ、宇多田ヒカル。もうトゥモローネバーノーズは僕一番好きな曲なので、こう一番よく歌ってくれる人は誰かとなった時に、まあビッグネーム宇多田ヒカルですね。うん、やっぱ一番しっくりくるかな、だし多くの人が納得するんじゃないかなっていう気持ちもあって、うん、なんかみんなの希望じゃないかなっていうのもありで、トゥモローネバーノーズ宇多田ヒカルです。はい、それでディスク1を締めていただこうかなという感じで、そのままディスク2に行きたいと思います。1曲目 I'll be ラッドウィンプス。はい、まあ分かる人は分かると思うんですけど、大文字表記なので、アップテンポの方の I'll be ですね、ラッドウィンプスに、歌ってほしいです。まあとりあえず早口だし、ラッドインプスはその余裕なんで、きっと全体的に高い、きっとラッドインプスは余裕なんで、その辺はすごくかっこよく仕上げてくれるんじゃないかなと思っております。2曲目ギフト、畑基博。もう難しい曲、まあ、ミスチルって結構難しい曲多いんですけど、いろんな種類の難しさってあると思うんですよ。曲によってさっき言ったノットファウンドも難しい、レムも難しい、ミカンも難しい、ギフトもやっぱ難しい。でもちょっと種類が違う、ギフトは。だからさっきノットファウンドで選んだアレキサンドロスが、じゃあギフトの難しさを歌いこなせるかって言ったら歌いこなせるかもしれないけど、しっくりは来ない。やっぱ畑さんじゃないかな。ギフトのこう温かさというか、そういうものがあのしっくりくるあのシンガーっていうのはちょっと限られていて、うん、僕は畑さんがすごく合うなと思いました。まあ、僕らの音自体、そのミスチルの桜井さんが、レコーディングの時にちょっと風邪気味だったんですよね。そのちょっとした風邪気味の声がすごく良くて、そのまま採用というかなったっていう話を聞いたことあって、若干その僕らの音は綺麗に仕上げてるんだけど、どこかに気だるさっていうのがあの感じるんですよ。まあ風邪ひいてたっていうのがあるからそうなんだけど、なんかその気だるさがこの僕らの音は重要で、これは ELT じゃないかと、モッチーの気だるさバッチリじゃないかって僕は勝手に思ってます。はい、4曲目、パドル、ポルノグラフィティ。うん、この疾走感ある感じ、まあ、ポルノはめちゃくちゃ合うんじゃないかなって思いました。声高いしね。うん、パドルもすごいあの
高いし速いし、あの高低差がなんかすげえ半端ないし、ポルノが歌いこなせてくれると思ってます。5曲目イノセントワールド、アスカ、なんか、まあ、イノセントワールドって王道ですよね。なんかミスチルの曲っていう、こう代表曲の一つで、なんかそういう曲にちょっと大御所を当てたいみたいな気持ちもあって、こう過去にね、1994年だとバチバチ戦っていた時期に、そのアーティストに歌ってもらうっていうのが一番、いいんじゃないかと、アスカにしました。チャゲンアスカはもう無理っぽいんで、アスカ一人で、歌ってくださいということです。はい、6曲目365日、牧原紀之。やっぱマッキーはやっぱ温かい歌を歌ってほしいなって思ってます。他にも全然日常的なね曲とかすごくマッキーは合うとは思うんですけど、うん、すごく大作の365日を、任せたいなと思いました。シーソーゲーム7曲目ですね、ユズ、こうなんかわーっと盛り上がる曲だし、ユズはあのその辺はこのユズのカリスマ性というか、そういうのがすごく合うんだろうなと思って、当ててます。8曲目、エニーバックナンバー。バックナンバーもなかなか決まらなくて、まあ、絶対入れたかったんですよ、バックナンバーは。エニーの、あの、急にサビであの高くなる高音だったり、ところどころ出てくる、裏声の部分とかは、バックナンバーがすごくしっくりきたんですよね。あ、これはエニーだと思って。続いて、9曲目、手のひら、ワンオクロック。はい。これはもうかっこよく歌いこなせてくれるだろうという思いで、迷わずなりましたね。はい。10曲目、口笛雪、元ジュリアノバリの雪です。あの多分このミスチルのトリビュートっていうことをぼんやり頭の中で思った時に一番最初に来たのがこれなんですよね、口笛雪。はい。なぜか多分ね口笛を聞いてたんだと思う。たまたま車の、僕車の中でこれ考えたんですよね。確か口笛が入ってたんですよ。それでまず口笛を考えたんですよ。そしたらすごく雪がしっくりきて、雪のあの透き通るの伸びのいいあの声が、あ、口笛にすごい合うなと思ってそうしました。で、11曲目、ユースフルデイズガクト。はい。これは僕の中で一番攻めた曲なんじゃないかなと思います。あえてなんか合わなそうな感じを当てはめたんですよね。すごく青春を描いているような曲を若干陰湿なガクトがやってくれるっていう、これはちょっと聞きたいなっていう個人的に思いましたね。続いて12曲目、ヒーロー青坊主。あのヒーローは1番2番ってあのサビが裏声なんですよ。で最後の大サビで地声にするっていう感じで、だからその1番2番のその裏声の時は綺麗でなければならない。裏声がやっぱりあの高音がすごく綺麗な人じゃないとこれも曲はしっくりこないんですね。青坊主すごい綺麗なんですよ、裏声。それでいて最後の大サビのところが力強くなきゃいけないから、これはもう青坊主しかいないなっていう、僕の中でもともとすごい力強いボーカルなんで、ヒーローね、僕もすごい好きな曲なんですけど、青坊主に歌ってもらいたいなと思いました。続いて13曲目、ラララ斉藤和義。どこかに斉藤和義を入れたいという思いからラララが採用されました。なんかこの斉藤和義はちょっと他のアーティストとちょっとあのね道をそれたとこを歩いてる感じが僕の中ではしてて、それでいて道それてるのにすごく的確で、みんなが思っている当たり前のことをあの導いてくれるというか、そういう感じなんですよ。なんかそれですごくね、ラララの、あの世界観歌詞観っていうのがあの結びつきましたね。で14曲目、君がいた夏生き物係。
君がいた夏の僕聴きどころって A メロだと思ってるんですよ。もちろんサビもすごくいいんですけど、一番いいところが僕は A メロ。で、いきものがかりの楽曲の作り方って結構 A メロとか B メロのところもすごく聴きどころにするっていうのが僕の印象なんですよね。それですごくしっくりきたっていうのがあります。で、15曲目、足音ビーストロング、ソフィアです。個人的にソフィアはすごい僕好きなんですよ。結構ね、ソフィアあんまり好きじゃないって人多くて、周り。最初は選んでなかったんですけど、ソフィアを。高橋優を最初足音にね、なんとなく思う先に、でも来るみたいなってなった時に足音が誰もいなくなっちゃって、最初は足音なしなのかなと思ったんですけど、あ、ソフィアがいたと思って。ソフィアの松岡君の伸ばして力強い、高音のところが僕は好きなんですよ、結構。まあ、足音が結構それに合うなって思いましたね。で、ディスク2の、最後、16曲目は「印」で「世界の終わり」です。「印」も大作で、最初ミスチルがちょっと考えられないかなっていうふうに、思ってたんですけど、そもそも「世界の終わり」を忘れてって あ、いたじゃん、世界の終わりがいたじゃないか。印を歌ってもらおうっていう、そういう感じになりましたね。長くなっておりますが、そのままディスク3いきたいと思います。1曲目が、センターオブユニバース、奥田民生。これは意外ですかね。僕はすんげえしっくりきたんですよ。で、センターオブユニバースは絶対入れたかったんですよね。僕、アルバム曲の中でもかなり好きだし、この曲はいろんな人にも知ってもらいたい曲でもあって、いろんなアーティストを想像した結果、奥田民生がめちゃくちゃしっくりきたっていう、早口のところとか多分やってくれるだろうと思ってます。2曲目、スターティングオーバー、エレファントカシマシ。やっぱスターティングオーバーはもう気合で、その、なんだろう、その持ってる人の桜井さんのこう気力で歌っている感が、それがいい曲なんですよ、スターティングオーバーって。気力のアーティストっつったらエレファントカシマシかなっていう、きっとすげえ良くしてくれると思います。3曲目、光の差す方へ、エルレガーデン。光の差す方へね、なかなか癖というか、これもまた面白い曲だと思うんですよね。エルレガーデンはやっぱしっくりきましたね。即決で、決まりました。4曲目、クロスロード、アイコ。なんかクロスロードの音程差っていうか、低い高い、立ち止まるクロスロード、スマイルファイローンっていう、なんかあの感じ、すげえアイコ歌ってくれそうと思って。アイコっぽいっていうのが僕の中ではちょっとありましたね。それで、お願いしますという感じで 決めました。5曲目、君が好き、小田和正。小田和正の「クリスマスの約束」っていうね、番組、小田和正がなんかアーティストを呼んで一緒に歌ったりとか、他のアーティストの曲を歌ったりとかするっていうスペシャルライブっていうのを、何回か拝見したことあるんですけど、桜井さんもねゲストで呼ばれて出て、で、最初初めて出た時にこの曲を一緒に歌いたいって小田和正は言ってたんですよ。ただその直前で「ヒーロー」っていう楽曲が世に出てきて、急遽もう「ヒーロー」を気に入っちゃって、小田和正は「ヒーロー」にしたんですね。「君が好き」を一緒に歌えてないんですよ。やってほしいなと。そこでこれにしました。6曲目、彩り、パフィー。彩りは入れたかったっていうのがあって、パフィーのね感じ、なんかめっ
パフィーがめっちゃ歌うまいってわけじゃないけど、まあ結構うまいと思うんですね。パフィーは。なんか、めっちゃ歌うまくない感じが良かったりするじゃないですか。それで彩りを歌ってくれると、すごく説得力がある感じ。なんか納得がいく感じが僕の中ではあって。それで、パフィーにしました。7曲目、少年、堂本剛。あえて KinKiKids じゃなくて、堂本剛で歌ってほしい。もともと堂本剛はミスチルがすごい好きだし、なんか、あれだ、番組でも印だったっけな、歌ってたと思うんですよね。堂本剛の歌い方ですごい歌もうまいし、だからこの難しい少年という曲を歌いこなせてくれるんじゃないかなって思って、選びました。8曲目、ほうき星、トライセラトプス。まあ、トライセラトプスのトリビュートも結構最近出て、ミスチルの桜井さん歌ってるんですよね。参加してるんですよ。それもあって、ぜひ、こっちにも入ってもらいたいって思って、トライセラトプスは何が合うかなって思ったら、ほうき星がやっぱり、合うかな。和田さんの、こう、優しい歌声、甘い歌声、すごくほうき星に、似合うんじゃないかなって思いました。9曲目、S、スガシカオ。やっぱりスガシカオさんは入れたいよね。仲いいし。で、あえて、こう、あ、それ行くのっていうのにしたかったんですよね。だし、S は、他のアーティストがしっくり来なかった。スガシカオさんだけは来た。っていう感じで、S を歌ってほしいなと思います。10曲目、リプレイ。石井竜也。米米 CLUB ではなくて、石井竜也にしました。なんか、リプレイのメロディーラインが結構コメコメっぽいというか、石井さんが歌ってるリプレイを想像した時に全然違和感を感じなかったんですよね。めっちゃ歌ってそうと思って、それでもう即採用です。11曲目、マシンガンをぶっ放せ、サザンオールスターズ。サザンもね、絶対入れたかったんですよ。考えて考えて、いろんな曲、最初フェイクにしたり、あ、でもフェイクは米津さんがいる。印にしたり、あ、いや、世界の終わりだな。なんだかんだで、サザンオールスターズはマシンガンをぶっ放せに、行き着きました。で、本当はマシンガンをぶっ放せ、僕の中ではピローズもあったんですよ、候補として。でも、ピローズを入れるとサザンがいなくなるっていうことで、僕はちょっとサザンを採用しちゃいました。ピローズも入れたかったけど、すいません、ピローズファン。続いて12曲目、「旅立ちの歌」、ルナシー。これもかなり最後の方ですね。もうルナシーは候補になかったんです。河村隆一の歌声はミスチルには合わないって、なんか僕の中では若干あって、でも「旅立ちの歌」をそういえば入れてないなって思った時に、結構合うかもっていう感じで、採用させていただきました。13曲目、ワールズエンド、椎名林檎。ワールズエンドはとにかくかっこいい曲なんですよ。疾走感があって、それをあえて、女性の、方に歌ってもらうと、やっぱ椎名林檎のこの力強さっていうのはやっぱりこう男の歌も歌いこなせる感じはあると思うんですよね。ワールズエンドはもってこいかなと思いました。14曲目、祈り、涙の軌道、綾香。綾香の声、放つ声がポップじゃないんですよね。いきものがかりもそうなんだけど、声そのものがもう悲しさを秘めてるんですよ。だからポップな曲は絶対合わないんですよ。だから例えば、なんだろうな、さっき言ったリプレイとか、星になれたらとか、彩りとかね、そういう曲はきっと合わない。それで考えた時に、祈りはこの
歌声には合うなっていう、逆にそういう歌だとものすごい力を発揮する声なんですよね。それで、祈り涙の軌道にしました。15曲目、サイン、感、はい、やっぱりね、感は入れたいよ仲いいし。で、最初ね、あえてちょっと癖のある曲というか、ちょっと陰の曲を しようかなと思ったんですけど、やっぱ菅さんは日常ソングでしょうという結果にいたり、もうもろドストライクのサインで、やってもらおうかなと思います。最後、締めです。ブランドニュープラネット、小袋、はい、最新アルバムから、1曲引きずり下ろしました。ブランドニュー、小袋合うんじゃないですかね。二人でこれをかっこよく、そして、綺麗に決めていただきたいなと思いました、はい、皆さん最後まで聞いてくれましたすっげーダラ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 と、僕の思いを語りましたけども、多分こうもっともっとね、他の候補というかね、いろんな人が描くこうトリビュートあると思うんですよ。僕ならこうするよって、私ならこうするよって、もちろんあると思います。僕のこれに賛同する人もいれば全然反対の人もいるかと思うんです。だからまあ高評価だったり低評価だったりくれるとありがたいし、まあコメントでね、いやこれいいんじゃないのっていうのもすごく聞きたいので、ぜひたくさんコメントくれたらなって思います。というわけで、長々と喋りましたけれども、Mr.Children のトリビュートアルバム、俺ならこう作るでした。虹色音声ボリューム、記念すべき200回目はこんな感じで、終わりたいと思います。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。さよなら。